長、うん、ついに始まっちゃいましたね。黙ってめえ落ち着けやすこの野郎。でも何したらいいか分かんないから緊張するっすよ番長。じゃ船長ねえよ。この番組どういう番組なんですか。どういう番組バーラってわ。それをお前俺に言わせっての過去にやろうお前。いや例えば食パン加えながらこう角曲がったらボーンみたいな。それは理想。それは お前もか。極端に言うとだよ。それはリアルにそう思ってるの。僕はそう思ってる。それはリアルに食パン朝こう急いで、ね、そうそうね、行ってきますなんてガーってそうそうそうバーンなんてぶつかっちゃって、バーンってぶつかってごめんなさいみたいな。大丈夫か。ダメですごめんなさいって言うとダメなんですよ。ダメです。喧嘩しないとフラグが立たないんですよ。ごめん。ダメ。初対面の女性はもう人見知りしちゃうんで。どうしていいか苦手ですね。いやそこはうまくやるから俺は。面白おじさんがうまくやるか。いや出た面白おじさん。ね、恋愛番長 DVD 記念企画、はい、企画名ダンダン甘髪をプレイして女の子の心を理解しよう。ちょっといたずらしてやろう。よし、相当くだらないことをするつもりじゃ。やっぱり胸に。いや、ちょっと日本は今日も平和です。言語道断だね。風呂入れよ。風呂は入ってほしいですよね。風呂入ろうよ。俺でさえ静香ちゃんみたいに1日2回入るぞ。静香ちゃんみたいは別にいらなかったですけど。何だっけ、覗く人いるんだ。異次元的だと帰ってきたらもう裸です。もう裸です。ボブケーキをこぼすな。ボブまさかのボブがなんか冷たいものをかかったなって思ったら、お前来たね。ケーキまみです。ケーキまみですね。まあしてやったりっすよ。なんだろう、その前に打ち合わせみたいにちょっとしてたじゃない、うん、あの控室で、うん、そっちの方がよっぽど長かった。長かったね。打ち合わせ確かに今回今までで一番長かったんですか。しかも打ち合わせの時下ネタしか言わないからさ。ひどい。俺だけのせいにしないで。みんなですよ。早くもうなんかかれこれ20分ぐらい会ってない。たった20分でしょ。コントローラーどこじゃ。あー、えらいもん与えちゃったな。思ってたよりもずっと良かったよ。ハハハハ。